こんにちは、中山雅史です。今日は J2 リーグ第41節ザスパ草津群馬戦について話していこうと思います。まあ、優勝の瞬間というものは現地に行って、その僕自身も体感させてもらいました。まあ、久しぶりにね、チームで何かを成し遂げる、チャンピオンになるっていうことをね、味わえたことは非常に幸せでしたね。そしてまたその群馬までね、大勢のサポーターが駆けつけてくれて、その僕らの後押しをしてくれた。まあ、非常に寒い中でした。でも僕らをこう鼓舞してくれたっていうことには非常に感謝しますし、それがあったからこそ、やはり勝ちはしませんでしたけれども、負けないゲームができたんじゃないのかなと。かなり相手はカウンターも冴えていました。ただそこを体を張って止めることができた、そういうところをこうみんなでこう盛り上げてくれていた、そういうジュビロサポーターの人たちには本当に感謝したいと思いますね。29試合ぶりに無得点ということでね、この試合打ったシュートの数が、まあ、6本なんですよね、公式記録では。だ、そういった意味でもっとシュートを打たなければ当然得点にはなりませんし、シュートが打てるような状況を作らなければいけない。そして一つのボールに対して関わる人数も少なかったかなっていう気はしましたね。まあ、それぞれがそれぞれのポジションに、いるんですけれども、もっとボールに近く寄る、あるいはある程度の距離を保つっていうね、そのさじ加減っていうのは難しいんですけれども、そこを工夫していかないと相手は動かないんですよね。相手の陣形も崩れない。そうなってくるとなかなかそこを突破していくっていうものは難しくなりますから、やはり、攻撃面チグハグな面がちょっとあったかなと。非常に風が強くて、グラウンドもちょっとその荒れてるなっていう感じの中の戦いだったんですよね。まあ、特に前半というのは風下にいましたし、そこからやはり相手のディフェンスの裏にボールを運びたくても、その前でボールが失速してしまってなかなかそこに至らない。そうなってくるとそこに出すよりも足元につけようという思いも当然強くなりますよね。ただそこは相手も狙ってくるんですよね。その狙ってくる部分に対して当てたならば、そこに対するサポートを早くする、角度をつける、そういう工夫が必要になってくるかなとは思いますよね。ただグラウンダーのパスですから、そうなってくると今度はピッチコンディションをしっかりと考えなければいけない。そういうピッチコンディションでありながらも正確な技術っていうものが今度は光ってくるのかなっていうものを感じますから、そういう精度を高めていかなければいけないっていうものを感じましたね。後半は風上に立ち、相手のゴールにこう襲いかかってはいったんですけれども、まあ、クロスの数もね、まあ、かなり上げていたとは思うんですけど、今度はクロスの精度ですよね。クロスの精度と、あとは中の動きなんですよね。まあ、当然相手はゴール前固めてきます。その人数に対して同数まではいかないですけれども、その相手の間にポジションを取りながらチャンスを伺ってはいました。ゴール前であってもピッチ中央であってもやることは変わらないと思うんですよね。誰かが動く、そしてディフェンスを引きつける、そして空いたスペースにまた別の人間が入っていく、あるいはクロスして相手のマークがつきづらいような状況の中でゴールに向かっていく、そこにしっかりとしたボールが入ってくれば、供給されれば、やはりゴールの可能性というものは高くなるとは思うんですけれども、この間の群馬戦というものはあまりゴール前での動きがなかったかなと。ボールがこうクロスボールが上がってくる中で、その場に立ち止まりながらの相手との勝負という形になってましたね。まあ、その中でもルキアンのヘディングシュートであったりチャンスというものはあったんですけれども、なかなかそれが確実にゴールにつながるかという大きなチャンスっていうものは生み出せなかったのかなっていう感じは受けましたね。それ以外でも相手のボールを奪ったならばカウンターを仕掛ける、当然相手は戻り早いですけれども自分のゴールに向かっての守備になりますから、そういった中での対応は難しくなりますよね。そういった攻撃も仕掛けていければよかったなとは思いますけれども、そういうことになると今度はジュビロとしても攻守の切り替えを早くする、とにかくボール保持者に対して何人かがサポートする、そこから追い越していくというプレーが必要になってきますから、そういうもっとたくさんの要素を含めて攻撃していかなければなかなかゴールは奪えないのかなっていうものを痛感させられましたね。相
相手のカウンターを受けるケースがすごく多かったんですよね。で相手が、まあ、クロスボールであったりシュートであったりそういうもので、ジュビロのゴールを脅かしてきたんですけれども、最終的にはしっかりとそのディフェンス陣が体を張る、あるいはしっかりとしたポジションから対応するという、まあしっかりと対処ができていたとは思うんですけれども、その中で2本ほど相手にフリーで打たれたシーンがあったんですよね。ただ1本はあのフリーで打たれてますけど、最終的には大井健太郎もスライディングして体を張っていた、まあそれに足が触れるボールに触れることはなかったんですけど、その後ですよね、三浦龍輝のスーパーセーブでそれを防いでくれたっていうことが1本あったのと、もう1本はジュビロから言うと右サイド、相手から言うと左サイドから、ゴール前にボールをこう上げられたんですけれども、そのボールに対してやはり相手は動きの変化で、マークを外そうとしてきたわけなんですけれども、その結果フリーでシュートを打たれてるんですよね。だからそういったところのマーキングですよね、そこをフリーにさせない、しっかりとついていく、まあ、相手は当然動きを加えてそれをこう剥がそうとはしてきます。それでもついていくことがないとやはり失点につながってしまいますから、そういう対応はしっかりしていかなければいけない。最終的には体を寄せる、ぶつける、そして相手に自由を与えないというね、そういう対応ができたらよかったですよね。まあ、そういう対応ができるようにやはりしていかなければいけませんね。さあ、いよいよ2021年 J2 リーグも最終戦を残すのみとなりました。最終戦はホームヤマハスタジアムで行われるわけです。まあ対戦相手ブラウブリッツ秋田は前半戦非常に苦労したチームです。体は強いですし、攻守の切り替えも早い、そして秋田というチームは前へ前へ、そうですね、ジュビロからしたら裏へ裏へというね、攻撃を仕掛けてくるチームです。そのチームに冷静な判断のもとしっかりと対処していければいいと思います。そして攻撃面においては人が動く、ボールも動く、そして相手を動かす、そして試みを探す、スペースを見つける、そこにまた人が入っていく、そういう連続した動きがゴールにつながっていければ、それが最高の試合なのかなと、そういう試合ができたならばいいイメージでこのシーズンを終わることができるんです。最後です、皆さん後押ししてください。熱いプレーで応えたいと思います。